はい、公認会計士の武田裕二です。俺の夏休みシリーズ第3弾。今日はですね、沖縄の、北部にあります、奥間というところに来てます。奥間ビーチというところなんですね。これね、全部一つのホテルの敷地なんですよ。すごくないですか？ちょっと風が強いですけど、聞こえますかね？これ全部コテージが何個あんだろうな、もう無数に点在している奥間ビーチというホテルに来たんですけど、初めて来たんですけど、結構良くてですね、なんかカリフォルニアの高級住宅街に来たような、そんな感じですね。で、ちょっとカメラから見えないかもしれませんけど、あの木の向こうがビーチなんですよね。プライベートビーチで、まあ結構広いビーチがずっと続いてる感じですね。まあ、水質というか透明度はそんなないですけど、まあ、1キロぐらいかな、ビーチがバーッと広がってる絶景の場所で、なかなかいい場所でした。まあ、家族連れが非常に多い、ホテルですね。今日ちょうど8月20日なので、お盆明けぐらいかな。なんで、まあ、そんなに混んでなくて、ちょっと長めの夏休みを取ってるような家族の方とか、外国人がちらほらといるような感じですね。沖縄ってご存知の方はご存知かと思いますが、意外と知られてないと思うんですけど、実は北から南までめちゃくちゃ広くてですね、車で行ったら多分2、3時間かかるんじゃないかな。1日で到底回れないぐらいでかいんですよね。で、まあ、北から北部、中部、南部って大きく3つに分かれてて、まあ、那覇空港が、あれは実は一番南の南部ですね。私が住んでる北谷が中部で、リゾート地のある恩納村から上が北部と言いますけど、北部が一番でかくて、で、まあ、多分多くの観光客が美ら海水族館とか古宇利島までしか行かないんですけど、そこからさらに北に100キロぐらい、100キロもないかな、80キロぐらい、やんばるの国立公園があって、この奥間というのはその北部なんですよね。北部の北の方なんですよ。だから僕も初めて来たんですけども、中部の僕の住んでる北谷からでも車で1時間半ぐらいの場所ですね。でもまあ沖縄ってそれぐらい広い場所なので、北と南で全く別世界。もう北は本当にやんばるの広大な公園で、まあ、つい最近世界遺産に登録されましたけど、もう絶景なんですよね。で、多分多くの観光客の方って北部の北の方はほとんど行ってないと思うんですけど、ぜひ行ってほしいぐらい、もう、なんていうかな、沖縄の全くの別世界ですね。だからまあ、なんていうんでしょう、西表とかああいう、もう壮大な森林が広がってるような場所なんですよね。なので、まあ、沖縄はさっきも言いましたが、1日で回りきれないぐらい、実はめちゃくちゃでかい島なので、まあ、何回かに分けてくるか、長期滞在するかっていうようなぐらい楽しめる場所なんですけどもね。でも、ほとんどの観光客は1泊か2泊で帰ってしまうというのが、この沖縄の課題でもあるみたいですけどね。来年、2025年にジャングリラかなという、テーマパークができますけども、それが北部ですね。まあ、それによって、この長期滞在者がどこまで沖縄に増えるかというのも、この沖縄県の大きな、なんて言いますかね、課題というかミッションというか、らしいですね。ハワイには10日泊まる人がたくさんいますけども、沖縄には10日泊まる人があまりいなくて、お金があまり落ちないというね。なので、そういうテーマパークとか観光地とかね、あとアクセスですよね。アクセスがまだ悪いので、今高速道路を伸ばしてますけども、まあ、そうやって、長期滞在を増やしていって、お金が落ちていくというような、こう観光地にしていこうという試みが今なされているところみたいなんで、まあこうね、北部のところにもいろいろ泊まるところもあるし、面白いところもあるので、ぜひ来てほしいと思いますね。
中部も僕の住んでる北谷も結構スルーされるところなんですけども、結構面白いと思うんで、南部とか美ら海だけじゃなくていろんなところを待ってほしいなと思いますね。今日すごい風が強くて、ちょうど今日の朝宮古島に台風が発生したみたいなんですよね。で、宮古島とここって500キロぐらい離れてるんで直接影響ないんですけど、風は強いですよね。なのでちょっと髪もえらいボソボソなってますけど、まあこういうのも沖縄のあるあるですよね。突然発生して突然上陸するというのもね、沖縄ならではですけど、まあ予定立てにくいというのもあるんですけど、まあそういうのも沖縄で天気予報も当てにならないという、昨日は一日雨予報でしたけども、すごい天気良かったし、今日はなんかどんよりとした曇り空、これも全然天気予報と違う天気なんですけど、まあこういうのも沖縄ですよね。なのでまあ来られる際は余裕を持って来ることをお勧めしたいなと思いますけどね。まあぜひとも一泊だけじゃなくて長期で沖縄に遊びに来てほしいなというふうに思います。本当はね、風が強くなければこの海とかで撮りたかったんですけど、ちょっと先ほど撮りに行ったんですけどね、まあ、ちょっと風の音きつすぎてマイクに風の音が入るんで、ちょっと今部屋から撮ってますけどもね、またこの絶景はブログで紹介しますので、楽しみにしておいていただければと思います。それじゃあ、まあ、今日はこれぐらいにしましょうか。また次の旅先でお会いできればと思います。最後にまたいいねを押して閉じていただければと思います。それじゃあまた。